カ月堂は、日本の製菓業者、北海道小樽市に所在した。150年以上の歴史を持ち、北海道最古の企業の一つとして知られ、ニークラや沢野路と並ぶ小樽の老舗の製菓業の一つであったが、2010年民事再生手続き開始申し立てにより、倒産した。2017年、北武史フーズに経営統合され、その参加で営業を継続している。 1851年、越後国の柴田藩の菓子である杉本次郎吉が杉本花月堂の名で創業した。当時は柴田藩の御用菓子屋であった。二代目も杉本次郎吉を襲名し、初代と共に藩主に献上する漢菊や落眼、洋館を作る名手であった。1903年、三代目の時に、 港町として栄えていた小樽に移り、同じ店名にて開業した。1950年に札幌市に進出したが、1960年に1億円の負債を抱えて倒産。その後、1972年に小樽市内の稲穂大通商店街急いに本店を移転し、17年がかりで店を再生。1981年には社名を過月堂に変更した。 最盛期の菓子の種類は100以上であり、チョコレートまんじゅう、チョコロマン、あんもち、花服、塩味のゼリー菓子、エゾの孔、洋菓子、運河の恋人たちなどで人気を博した。特に、エゾの孔は昭和初期に開発された和菓子の代表格であり、昆布、水飴、寒天など、北海道産の原材料が厳選されており、作曲家のダンイクマにより、 昆布の香りの有名な菓子と絶賛された。1992年には、桂岡工場を新築移転した。2003年には、売上増と店舗展開を目指し、2007年までに、小樽市内をはじめ尻部市、札幌に計30店舗を構えた。加月堂堺町店しかし、この計3億円以上に達する工場新築費が重荷となった上に、 約2000万円を投じた他店舗展開も失敗し赤字経営に陥った。観光客への営業力の弱さ、販売額の減少も指摘されていたため、2005年には小樽短期大学に経営支援を仰ぎ、小樽の中心観光地にある堺町店を全面的に手直しして、観光客向けの開放的な店舗とし、知名度向上や商品開発の拠点とすることを図った。 さらに、北海道中小企業再生支援協議会の支援を受け、事業再生計画を策定したが、客単価の減少とともに、2010年には猛暑によって、盆時期の売上が前年度と比べ1000万円減少した。こうして、店舗の売上減少や過大な設備投資の影響による資金繰りの悪化、さらに昔ながらの和菓子中心で新たなヒット商品を、 生み出せなかったことによる経営難の末、同2010年11月24日に札幌地方裁判所に民事再生手続きの申し立てを行ったことを発表した。観光客に人気があった戦術の境町店を同2010年末に閉店し、翌2011年には札幌市などに展開する16店を閉鎖した。2017年には 小西正秀による異業種企業グループ、北武市グループの一つである、総合食品メーカー、北武市フーズに統合され、全観光場に新たな機械を導入するなど、設備投資を行うことで生産力を向上させ、後に至っている。ありがとうございます。